パヤオは久しぶりの再会に非常に幸せそうな顔をしておりました。試合は第3ラウンドであります。さっきのパンチを当てたことでちょっとパヤオの方がリラックスをしてきましたか？そう見えますね。非常にパンチが非常にスムースに出てるなと思いますね、はい、渡辺としてはできるだけその無駄な動きをしないで今日はボクシングをしたいというふうに言っていたんですがね。なるほど、今のところはそうでもないですね。よく見てますから、はい、ただここで一発ですね、当ててから控えめになっちゃいけないと思いますね、はい、パヤオがオーブリー、ちょっとね、そのパヤオの距離ですね、はい、もうちょっと正面立たないで、体を上体に振るとかね、ウィーブリーです。左のストレート、またもや第3ラウンドが打ち合いになりそうな気配になってまいりました。挑戦者のパヤオは前回 WBC のチャンピオンとして試合をしたときにちょっとペース配分を間違えた、渡辺の作戦にまんまとはまったと、こういうふうに言っております。今晩は全く作戦を切り替えてまいりましたが、チャンピオン渡辺のこのラウンド今2発クリーンヒットが当たりました。チャンピオンの渡辺が距離を詰めます。やはり遠めの距離だとパヤオインサイドに入れば渡辺ということですかね。渡辺の左のボディストレート、いいですね、ありました、あっ、右であります、右のストレート。ただ打ち終わった男にそこにいますとですね、はい、返しが来ますからね、怖いと思います。どっちか出るといいですね、パヤオも冷静、よく相手を見ております。思い切って突っ込んで右を2発、これは浅いパンチ。渡辺が非常に微妙な距離でのボクシングをしております。こういう距離でのボクシングというのは見応えありますね。そうですね、どうしてもですね、はい、今日の渡辺君は先手先手来てますからね、はい、さあこのラウンドどうでしょうか。お、渡辺が10対9と取りました。このラウンド小林さんは10対10ですね。さて第3ラウンドの渡辺の攻撃をスロービデオでご覧いただきましょう、うん、ワンツーいいパンチです。いいですね、早いもので試合は第4ラウンド、これがアダワンさんです。23歳、幼稚園の保母さんをしております。この試合に終わりまして、タイに帰ったらば、夫婦で幼稚園を経営するんだ、こういうふうに言っておりました。さあ試合は第4ラウンド、渡辺が第3ラウンドまたいいパンチを放ちまして第4ラウンドを迎えております。これまで、日本で行われました世界タイトルマッチの再戦というのはおよそ30回ございます。もちろん外国でやったのも日本人がやったのも含まれておりますが、このうちですね、はい、最初に勝って2度目も勝ったという連勝したケースが20回の 66% あるわけですね。したがって第1戦で勝った選手は第2戦でも勝つ可能性が非常に高いということで、まあ、渡辺にですね、確率としては高いわけですけれども、なるほどね、ここまでのですね、経過から来ますと非常に渡辺君リラックスいいですね、はい、で前のはですね、前回の試合パイオは先手先手でやっぱり手出してましたね、はい、今日はですね、それをずっと今この回までよくてうまいく空振りさせてますよね、はい、でパイオはちょっと狙いすぎてる感じもきますね。パイオが狙いすぎて、今度はパイオがボディーブローを打ちました。第4ラウンド、小林さん、はい、ここまでの動きでパヤオの今日の戦法といいますかね、はい、作戦が、まあ、大体見えてきたと思うんですが、ね、どうぐらい逃げちゃいけない、そうですね、パヤオはですね、はい、渡辺君のですね、打ってくるところをカウンターしようというね、はい、戦法なんでしょうけれどもね、今のところうまく本当に外してるんですよね、外してなおかつ打ってますからね、非常に効果があるんですよね、渡辺君のパンチがですね、そういった意味でパヤオはちょっと親と思ってないですかね。パヤオとしてはどうもこう前あっと渡辺の左のパンチボディーブロー、うん、なんとかボディーから顔面を攻撃してパヤオの足を止めようというチャンピオンの渡辺ビロー。第4ラウンド再びまた緊迫の瞬間が訪れてまいりました。1分58秒まもなく2分を経過、うん、渡辺の右のジャブ今日は非常にうまく出ております。渡辺の右、あっ、左の右の相打ちですね。しかしながらパヤオも右を返しまして相打ち、パヤオの振りが大きいですね、大きいですね、大きいです、力が入ってますね、はい、
はい、もっとスムーズにジャブからですね、ここでストレート、右ストレート打ってましたけどね、今日はマットに感じて打ってますからね。渡辺が右から左のストレート、ボディで打ちました。このラウンド渡辺いいですね。そうですね、パヤオが大きな右のパンチを空振り。今日はパヤオの右のパンチの空振りが目立ちます。右のアッパーを打ちました。しかしながらこれは肘でブロック。チャンピオンの渡辺、渡辺が恐れず近距離で勝負をしております。おっと、いい手のストレートですよ。さあ打ち合いになりそうだ。渡辺の距離、ここでゴングでやります。第4ラウンドありました。このラウンド渡辺が放送席では1対9で取っております。画面の右側が29歳8ヶ月になりましたチャンピオンの渡辺二郎、一方左側が28歳1ヶ月のパヤオ・プーンタラットであります。両選手ともに、まあ、年齢的にいきましても、まあ、後のない試合ということですよね。このタイトルマッチは負ければ引退ということも十分考えられますからね。やはりそれだけに今日のかけてるこの試合にかける意気込みというのは大変ではないですかね、はい、でもちょっとパヤオ選手はやっぱり力が入っているような気がしますね、はい、パヤオにやや力みが感じられるという原田さんのお話でありますが、それをうまくですね、はい、あのチャンピオンが外して打ってますからね、これあのいい戦法ですね、渡辺君としてはね、はい、チャンピオンの渡辺の右の目の下あたりがかなり赤くなっておりますが、まだそれほど腫れてはおりません。このところ試合の度ごとに目を切ったり、あるいは顔が腫れたりということがあります。チャンピオンの渡辺二郎、世界タイトルマッチ10回の激闘を物語っております。リングの中央、お互いに今日はさほど足を使いません。渡辺が左のダブルを飛ばしました。パヤは一発返しました。積極的にあのボクシングをですね仕掛けているのはチャンピオンの渡辺ですね。そうですね、パヤがむしろ受けに回ってカウンターを狙っているという感じですね。これ逆ですよね、はい、やはりね、挑戦者とチャンピオン、でもその結果がやっぱりいい結果になっているのかも分かりませんね。ボディストレート渡辺。おう、放送席の高尾さん、はい、赤コーナーの吉井会長ね、攻めも守りもこれまでのところは実にうまくいっていると、はい、でただパヤオはね、後半出てくるんじゃないかというふうに警戒してますね、はい、やはりあの前回のスタミナ配分の失敗で後半に持ってくるというような赤コーナーの見方ですけどね、でもね、渡辺君もそこはもう世界タイトルマッチも何回も経験している選手ですからね、特に渡辺の場合はあの15回戦をね、何度も経験してますから、この WBC の12回戦ということになると、早尾が後半に攻めようと思ってもなかなかそうは簡単にいかないかもしれませんね。もうそこはやっぱりスタミナの配分はよく知ってますからね、はい、おっと今みたいなまっすぐ下がっちゃいけないですね、はい、チャンピオンはね、やはり渡辺としてはリングの中央でできるだけ勝負をするということですか。お、そうですね、まっすぐ下がるとやっぱりコーナーが詰まってしまいますからね、そこはローブローで先生とね、これファイアの右ストレートはね非常に危ないんですよね、はい、今のところこの右ストレートうまくダッキングして避けてますからね、いいんですけどね。今左が一つ空振り、あっと渡辺が決まっちゃいました。思い切った左のフックが飛んでまいりました。早尾くんたちょっとザッと来ました。左のストレート、さあ渡辺チャンス、渡辺チャンス、第5ラウンド渡辺チャンス、あ、鼻血を出しました、鼻血を出しました、第5ラウンド、これは立てそうもありません。第5ラウンド右フック決まった。渡辺鮮やかなダウンを奪いました。立てそうもない、どうでしょうか、戦闘再開可能か、戦闘再開、早尾ダウンであります、早尾ダウンであります。ここで第5ラウンド終わりました。渡辺鮮やかなダウンを奪って10対8であります。それでは第5ラウンドの渡辺の強烈なダウンシーンをご覧いただきましょう。左のストレートが入りました。2のフック仰向けに倒れました。挑戦者のパヤをプーンタラット。さあチャンピオンの渡辺が第6ラウンドでます、鼻血を出しております。挑戦者のパヤオ、いいパンチでしたね、原田さん、だから渡辺君のですね、こういうコンビネーションが出るときは怖いですよ、はい、だからそのコンビネーションですうまく生かしてですね、あのパヤオ大きく打ちますからね、
さあ渡辺がどういうボクシングをするか、ボディーブロー、もうこの回もう一回やってもらいたいですね。渡辺のボディーブローでやります。鼻血を出しております。挑戦者のパヤオ・プンタラット、前世界チャンピオン、まさに渡辺とパヤオの戦慄のリターンマッチとなりました。この熊本総合